タンキリ豆は、豆かタンキリ豆属の鶴生多年層。別名、キツネ豆、ウイロウ豆とも呼ばれる。和名の由来は、種子を食べるとタンを止める作用があるという俗説から付けられている。ルは、左から右巻きで、他の植物に絡み合って、長く伸びる。若いルは、緑色をしており、下向きの褐色の毛で覆われるが、やがて古くなると、毛はなくなって木質化する。 葉は五星で、一つの傭兵に三つのコバがつく。葉の形状はクズにも似るが、クズよりは小さい。醤葉は長さ四センチメートル前後、幅は広くひし形をしており、厚くしわが多く、両面に柔らかく短い毛が密生する。葉縁は中央より上が幅広く、基部は直線的になる。先端は尖るが、同族のときり豆ほどではない。葉脈は、 小葉の基部からまっすぐ伸びて目立ち、葉の裏面で隆起する。花期は7から9月の夏から初秋にかけて、単紅色の花が咲く。葉液から長さ5センチメートルほどの相乗果序が上向きにまっすぐ出て、一つの果序二十数個の長さ1センチメートルほど、ある長径の花がつく。花が咲き終わると、果序はさらに倍近く伸びる。果実は10で、 鞘の長さは1 5トルほどあり、全体がけで覆われる。鞘の中間部はややくびれており、晩秋に熟すとやがて緑色から、鮮やかな赤色に変化する。完全に熟すと鞘が裂けて、中から直径4ト、mm、ルほどの変形した、楕円形の黒く光沢のある種子が2つ出てくる。この種子は、鞘が裂けた後も、弾き飛ばされることなく鞘の縫合線となる縁に、 ぶら下がったまま冬まで残る。本州の関東異勢から四国、九州、沖縄まで分布する。日当たりの良い野原や林園に生える。タンキリ豆族は豆科の族の一つ。花や葉、等価ともにタンキリ豆によく似た種にトキリ豆がある。ありがとうございます。